はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザードビレッジ、続きをやっていきます。で、ここはどこだっけ。そう、水門の電力を復旧させるために、ここだ、水門制御パネルをなんとかしなきゃいけないというところで、まあ、デュークのところは出て、でこっちへ行けばいいのかな。で、弾が多分だいぶ少ないんだよね。グレーランはあるんだけど、全体的に弾のストックがない。何かあったらちょっとグレーランで対処していくのもありかもしれない。ここはどうもクランクにガタが来ている。壊れてしまったら悪いけど、湖の反対側の2号機まで替えを取りに行ってくれ、だそうです。まあどうせもう替えを取りに行かなきゃいけないんでしょ。こういう樽はだからちゃんとナイフで壊していこう。よし、ハンドガンの弾で18発。あれ、これなんだ。あ、これクランクか。これは絶対使えないと思う。あ、クランクって回すやつか。なんかほら壊れたよ。マジかよ。いや、知ってた知ってた、それは知ってた。でこっちの方も一応見に行って、あ、これがある。壊しとく。これさ、中途半端に壊しても別にいいことはないからね。壊すんだったらもう全部壊さなきゃ効果が得られないんで。で、下か。じゃあだいぶ長いな。で、アイテムがあるかどうかはちょっとよくわからん。特に光ってもない。クランク回してどうすんだっけ。ん、こっから先行ける。魚死んでるけどさ、さすがにこの魚は取れないよね。こんなもの食ったら汚染されてしまう。これデュークも調理してくれなさそう。これ湖自体はどういう状況なんだ。やっぱ完全に汚染されてんのかな。これいけそう。何、いけない。ん、どうする。こう黄色いテープ巻いてある時って、おお、いいね。一応目印には、おお、マジかよ。スッキリか。あ、食われた。タイミングが悪かった。そのまま食われた。リスタート。まあそこに行くまでに別に敵が出たわけじゃないんで、サクサクサクっといっちゃおう。だから完全にと、ん、これはハンドの弾がある。やった、死んでよかった。で行ったら速攻で行こう。完璧。あれ、待って待って、もしかしたらさ、他のところもこういうところでも食われちゃダメっていう、あれ、渡ってるときか。渡ってるときはもう全部ダメだな、きっと。よし、うん、どこだ。で、逆側がいけるようになったのかな。なんでまずここを渡って、あれ、なんか全然違う。行けるようにはなってるっぽいけどさ、先に進めなくない？いやいやいや、無理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 。ほらほらほら、なんだ？ここを壊して、壊してどうなったんだ？あんまり同じところにいるとなんか食われそうな気がするけど、ちょっと周りを見てみても、これをもうちょっと壊せる、そんな感じではない。え、おっこちまえって言ってきて、やつが来て、
小屋みたいな箇所にいるのは危険だな。てか倒すかあいつ。なんだこっから先が分かんねえ。一回行って逃げて、どうだ、いや、なんかわかんねえ。ちょっと待って、やつが行ったらちょっと考えよう。行きました、先へ行きます、何もできません。帰る帰る帰る。なんかあいつが来るときになんか撃てばいいのか。ここにいます。来た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 、いや来たけど、よし戦おう。あそこにあるじゃん。ちょっとこれを撃たないとダメだ。よし分かった、これであっち行けるようになったのか。なるほど、ここはなんか食われるゾーンっぽいから、やつが行ったところをちゃんと見計らって、よし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 、ここは大丈夫っしょ。 OK で、アイテムは取りたい。ハンドガン、ハンドガンが少ないから最近ハンドガンかな、手に入る弾が。あ、押すか、クランクかと思った。なんかあれ、もうちょっといろいろと落とせってこと。なんだこのカラフルなやつは。でこれは、ようだ、気持ち悪い。これでさ動いてるのがすごいよね。あんなもん故障するだろ。来た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 けど、何これ、違う違う、めっちゃ来てるよ。あ、青い、あこれもしかしてさ、やると青、あやっぱそうだよね。待って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 、うわこいつ来たら這い上がることはできない。どっから、これを落としたところからか。だってここはもう絶対やんなきゃダメでしょ。で、あれがウィーンってなる前に進んでいけばいいんじゃない。これ戻れねえもん。さあ何、ずっと進行方向入れっぱなしがいいの。なんかよくわかんないけど、いけたんだけど。あ、ボタンを押して一定時間はあれなんだ、ガチャガチャなってるん だ、その隙に行けと。これなんだ、なんですか。ああれか。で一定時間はガチャガチャなってるから、マグナム拾おう。でちょっと待って、ちゃんと見ていこう仕組みを。これ長いね。あれ落ちない、あれはとか言ってさ、行った瞬間落ちたら悲しいよね。でやんなきゃいけないのはで、アイテムを見たいけど、ここには書いてない、あるとかないとか。あ、やっぱりもうなったな。青、赤、どっちが早いかだよな。これは結構長いから、これは先に押そう。で赤押して青押して、で行った瞬間に、待って、またガタガタいってるけど、あ無理だ、しまったしまった、待って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 、青、赤をあそこでもう一回押し直せるか。あれはちょっとでこうでしょ、でこの隙にこれやれば
で、この隙にこれやれば間に合うんだよ。で、一回戻るから、待って、全部ガチャってやっていこう。ガチャってやって、ガチャってやりつつ、ここもガチャってやる。で、そうすれば、間に合う。よし。で、進んで、ここで食わったら悲しい。危ねえ、なんか怖え。ちょっと待って、もう一回、奴が来た。来た。よし、これでいこう。で、一回ここセーフティーゾーン。意味わかんないです。ショットガン。弾をね、ちょっと補充しておかないと。きつそう。どこ行った？もう一回ザバーって言ってほしいんだけど来ないね。じゃあ大丈夫か。ちょっと待って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 。よし。この際上にいる間も攻撃してくればいいのに。あいつそういう機能はないのか。大丈夫。待って待って待って、どこだ。あ、これか。ザバッとで行こう。あれ、それで今どこに来た。あ、ここ戻ってきてね。ええ結局何。そう、結局あっちに行きたいんですけど、これで2つ目。これいけるしたね。よし、いける。で、タール500円。まあ金もいいけど弾が欲しいんだよね。これいける。金で買える弾は有限だからね。だったら直接弾を補充しておきたい。皿これだけめっちゃ綺麗。なぜかないな。ん、あれで行くの。ちょっと待って、先に周辺を見る。やっぱりガチャってやるとどうなる。なんだ、何かが引き上げられたんだけど。大物が釣れたな。で、あっち側から行くのか。え、飛び降りられる。お、やばい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 。ちょ、やばくねやばくね。ちょ、くそ、キレキレ。てか銃でやった方がいいか。まずい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 。これはもう時間との勝負だ。よし、これでここに来たけど、ここには何がある。上、え、あ、上を見てこれ。おお、親切。あの上って書いたのは誰なんだろう。超優しい人。これはもう出ちゃって、そろそろなんか決戦っぽいな、場所的に。これを拾うのか。そうだよね、メインだもんね。あとどうやって逃げるかっていう。あ、これ殺せばいい。このままでは登れない。登るの？回す？もしかして取ったはいいけど、てか体力減ってるし結構。これでこっちに来たけどさ、あ、でもクランクは回収したままか。あ、あ、いけるいけるいける。持って、で、そうだ、結局電力だよね。さらに、はい、ちげえな。
回収してたんだよね、なんだかんだ。おドミトリスク城で取ったやつ。おすげえ、ありがたい。めっちゃショートカットやん。よし、動かして水門を開ける。あ、これで風車が動いたってこと。風車が動いて電力が通じたよってことか。なるほど、弾を使わないでいけるステージだったんで、それはだいぶ助かったな。むしろ弾が補充できた。回復薬はないけど、ちょっとその前にセーブをしてこよう。はい、で電力で、これを、あ、なんだ、右に乗ってるじゃん。どっちが出たっていう問題だよね。ん、待って待って待って、3色この通りにやったって多分無理だよね。ちょっとやってみる。赤、白、青。ちょっと右に行けないんだけど。あ、てか右が、わかったわかったわかった。この真ん中の列の右にある黒が下になるようにすればいいんだ。黒が下になるようにするから、できた。こういうの超苦手。で、電力をオン。これで水が抜けるのか。やった。で、水が抜けても別にあいつはいるけど、まあ戻りますか。ゲッ、なんだ、なんだ、追った方がいい。てか進路上にいるのか。これさ、今ダメージ与えておくこと自体が有効なのかどうか分かんない。完全にあっちへ行っちゃったな。あ、樽がある。水が抜けて樽が出てきたのか、俺が見落としたのか、それは分からない。おおお、これは10月1日晴れ。ミランダ様にお願いして村人を5人連れてきてもらった。薬で眠らせてカドゥをお腹に植え付けた。早くこいつらの中でカドゥが成長するのが楽しみだ。2日曇り、朝になったら4人死んでた。1人はライカンになりかけてたから山の上の実験場に送った。また失敗。お母様が欲しいのはもっと強い器、もっといっぱい村人を送ってもらわないと。あ、適性みたいなのもあるんだね。あれ、これさ、普通になんかすごいやつじゃん。ロングマガジン、なんの相談数が大幅にアップする。あ、これか、普通にハンドガンだね。17発、倍くらいになってんな。ちょっと待って、他にはない、見えねえ。なさそうかな。ん、だってこれさっきやってたもんね。降りよう。で、行けるとこ、下。これは何？ちょっと待って、なんかいろいろあってさ、ボスの匂いがするんですけれども、最悪炸裂なんだよな。いや、でもさ、この黄色いあれは気になるんだけど、わからん。来た。待って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 、本体がいたな。待って、なるべく口の中だな。えらい、やばいやばいやばい。痛い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 。薬薬薬薬を直に使おう。
あ、こっち壊れてんじゃん。あ、あるじゃん。これ取れ取れ、ちょっとわかんねえ。とにかく取れ。ってことは、ちょっと考える考える。ナイフはすぐ壊したいときに使うから、グレランを、ちょっと登場してみるか。あれ？どうなってる、どうなってる、おいおい、燃えろ。ほら飲み込みな。それは俺のせいではない。あ、タルガムじゃん。言ってるけど、ちょっと待って、めっちゃめっちゃ入ればいいかな。当たる、一応ちょっと当たってるっぽくない。まあいいや。あ、あれなんかある、ちゃんと拾っとこう。ここ赤タルがあったから、やつが来た時に、ちょっと待って、これはこうしとこう。こっちででかい。あ、あそこにもタルがある。全然タルだ。おい、待って待って待って。どうですか。よし、待って、ほら、よし、で、これもなんか上とかにいけそうだよ。あ、力来たか。あ、見るとやばいな。なるほど、これが降ってる間はここに逃げ込めってことか。降ってく、知らないけど今。あ、来た、いた。ちょっと待ってね、特別弾どんだけになってるか。口開けたら炸裂弾っていうか上位弾かよくわかんないけど、ぶっ込むか。よし、これで来たから、まずはやっぱりシュッとだから、あそこか。多少の危険はもう承知の上で。で、ここの場面で消えろ。え、勝つか、これ決めんのは。で、これに対応、ほら、うわー、まあだったな。爆発しそう。モーローの服がこんな最後まで汚い野郎だ。吐き気がする。本当、これもうちょっと多分有効活用するべきなんだろうな。ただしアイテム自体はもうだいぶ手持ちだけでなんとかしたから、アイテム回収だけして、こっちへ行けばいいのかな。じゃあさすがにもうトロフィー取ったからあいつは出てこないだろう、復活して。ここはやっぱちょっと地形を把握しながら行くべきだったな。もう少しだけちょっとアイテムを見ます。じゃあまあ大丈夫そうなんで先行きましょう。ハンドガンいつの間にか50発。からのタル。てかさ、罰で壊すって出てたよね。一時ナイフでやんなくていいのかな。で、鍵があるけど、普通に壊してくれるわ。すっげえ今更なんだけど。これは？あ、鍵。
ちょっと待って待って待って、別によくね、もうこれで組み合わせなきゃいけないの。6翼の退治の鍵。あ、テレビが映ってる。思ったよりやるな。どういう技術。おいおい、会ったばかりだろ。まあどうでもいいな。残ってるのはお前だけってわけか。お前はタフだ、それは認めよう。だが瓶を揃えた後、どうローズを直す。何が言いたいんだ。俺が手を貸してもいい。今さら謝罪か。勘違いすんなよ、これはあくまで取引だ。いいか、村の外れに砦がある。そこで俺の瓶を見つけろ。できたらお前を認めよう。まずは墓地まで戻ってみな。ムカつく野郎だ。どこに監視カメラがある。監視カメラがないと俺がここに来たことが分かんないだろう。すごいね、あいつずっと待ってたのかな、ここで。あいつ早く来ないかなーって。で、アイテムはあ、もうなさそうだね。じゃあ行きますか。で、6翼の退治、体力は少なめ。ん？あ、これここか。なるほど、クランク扉。え、このクランク扉ってどこ？これどうすんだっけ。地形をあんまり覚えてないんだけど。とりあえず登ってしまったけど、でも鍵も手に入れたし、まあ、一回もう村に戻っちゃっては大丈夫だよね。また例のデュークの広場まで行く。てかデュークさ、あそこに移動してんのかな。あれ、俺マジでどっから来たっけこれさ。セーブポイント。あ、俺思ったんだけどさ、ここ取れるっぽくない？モローの隠し武器。ちょっと、行きます。げ、反応がないとか。やーべえ、マジか。降りらなくなってしまった。ええ、やっちまった。やっちまったっぽいな。まあ、しょうがない。諦める？マジでもうちょっと慎重に進むべきだった。ちょっとセーブはしないでおこう。お、あ、オートセーブもかかっちゃったかな。あ、なるほどなるほど、これで戻れって音ね。武器なんだったんだ、超気になる。 This way、 こっちだ。え、マジで誰が書いてくれてんの。でもここさ、敵出るかな。こっちだぜパパ。あれ、こっち側行っちゃうけど、一回ちょっとこっちに行きたいんだけど、こっち側から戻れないかな。え、閉まっちゃってる、もしかして。ここ、あ、開いてんじゃん。デューク戻ってきたぞ俺は。ちょっと見るだけ見よう。おっと、なんか、なんか持ってるけど大したことないか。新しい品を仕入れましたよ、ウィンターズ様。あ、でも武器売ってんのかな。スナイパーライフル、手ぶれ軽減、これは買っておこう。おお、素晴らしい。よし、でカスタマイズをどうするか。ショットガン、スナイパーライフルはもう完璧だ。こっから先ってまだ鍛えられないのかな。威力は重要だよね。ちょっとやっとこう。こう見えても手先は器用な方でしてね。装填速度か、どれだけ変わるかだよな。で、ハンドガンは10しか上がんないんだよね。どうなの。まあ1万円で安いっちゃ安いけどな。喜んで。
これって5000円でできるしね。装填速度も3500円でできるしね。安さに。植えるのはで、アイテム。モローの副眼は。生きている証。もういいでしょ。4万円とかクソ高いんだけど。これ、あれだかんね。てか、これしか手に入れてね。まあ、これでいっか、じゃあ。これはモロー様の？これはなんというか、グロテスクアートですな。まあ、そうでしょう。もう見た感じグロテスクだから。で、作れそうなのは、ちょっとないぞ。まあ、しょうがない。もう少し待ちと。素晴らしい。良い取引でした。じゃあ、ね。なんかいろいろ手に入れてないのがあるんだけど、こっちの方のこれとかね。まあもうしょうがない。がここに動物いたんかい。いた？いつの間に戻れなくなっちゃってるから、もうしょうがない、先へ進んでいきます。というわけで今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。